はい、議長。5番山室秀隆君。はい、会派清流の山室でございます。今回2項目について一問一答形式でお尋ねいたします。まず最初に放課後児童クラブの安全対策などについてお尋ねします。昨年の3月、大分県宇佐市四日市の認定こども園、四日市こども園の教室に刃物を持った男が侵入し、こども園の女性職員2人と放課後児童クラブを利用している男児1名が負傷するという痛ましい事件が発生しました。本市では放課後児童クラブは学校内や校舎に隣接されており、安全だというふうに思われていますが、先ほど竹松議員の質問にもありましたように、本年6月に発生した交番の警察官が拳銃を奪われ、市民が犠牲になったという奥田交番襲撃事件など、安全だと思われているところで、想定外の事件が発生している状況です。本議会に来年度から放課後児童クラブを民間に業務委託に移行するという議案が提出されておりますが、現在の放課後児童クラブでの子どもたちの安全・安心を図るための防犯器具や設備の充実状況及び防犯訓練や避難訓練の実施状況及びマニュアルの作成状況などをお尋ねいたします。民政部長山田博明君。放課後児童クラブでの安全管理に関するお尋ねでございますが、本市では議員からご紹介がございました痛ましい事件や先の富山市での発砲事件などを受けまして、放課後児童クラブにおける安全管理の徹底及び防犯意識の再認識を図るために、11月に小矢部警察署から講師をお招きいたしまして、放課後児童クラブの運営スタッフを対象といたしました防犯講習会を開催いたしたところでございます。その際は防犯器具のさすまたの扱い方についても実演をいただき、不審者への対処や緊急時の対応についての心構えなどをご講義いただいたところでございます。この防犯講習会を踏まえまして、防犯対策の一環として速やかにさすまたを各放課後児童クラブに配置するよう準備を進めているところでもあり、また防犯訓練、避難訓練につきましても定期的に実施してまいりたいと考えているところでございます。またマニュアルの作成状況についてのお尋ねでございますが、本市では平成22年度に放課後児童クラブの緊急管理マニュアルを策定しておりますが、今後時勢に即しました内容となるよう早急に見直しを図るとともに、運営スタッフ等を対象とした防犯説明会などにより共通認識を図りながら防犯対策をより一層徹底してまいりたいと考えているところでございます。はい、議長。5番山室秀隆君。はい、11月に警察から防犯訓練のそういうのを教えていただいたということは大変いいことだと思うんですけれども、少し遅いかったんではないかなと、そのようにも思いますし、さすまたの準備ですけれども、今、市庁舎にはさすまた、U 字型になったさすまたありますけれども、あのようなさすまたなのか、それとももう少し改良型さすまたというのがあって、それは大変女性の方も取り扱いが簡単なそうです。今のさすまたはこうしてずっと押さえていなくちゃいけないんですけれども、改良型さすまたというのは、その当事者にちょっとすれば、わっぱになってかかり、その方が動けなくなると、その間に警察とか、非常ベルを押すとか、そういう対応ができるというんですけれども、その辺はどのようなさすまたをご計画なんでしょうか、お聞きします。
民政部長山田博明君。例えば議員からご紹介がありました笹又、確かにですね、放課後児童クラブの指導員につきましては女性が多くございます。従前の笹又だとですね、本当に振り払われるとかそういうようなことで女性にはなかなか向かないというようなことも言われております。そこで今最近出ておりますご紹介がありました押すことによってなんかその容疑者をですね抱え込むようなそういう形態のさすまたもございますので、今警察の方とですね協議をさせていただきながら、その配備する際には女性向けのですねどういうふうな形の形態が良いかということも含めまして調整を図ってまいりたいと考えております。はい、議長。5番山室秀隆君。はい、いつどこからそのような侵入者、不審者が侵入するか分かりません。防犯器具の設備や防犯訓練をしっかりしていただき、その対策を取っていただきたいと思います。最近は犯罪者だけでなくて、イノシシとかサルとか、その辺もありますので、その辺もどのようにするかということもしっかり考えていただき、防犯、設備に、ね、中にネットランチャーというのがありまして、打つことによって網がパッと出て、それで防げるというのもありますので、そういうのも用意しておければ、イノシシの対策にも、今、山間部の方の小学校の放課後児童クラブもありますので、そういうのも一つ検討の中へ入れていただきたいと思います。私は市内5小学校の7放課後児童クラブを視察させていただきました。その中に、指導者の方もいらっしゃり、いろんな方の話を聞きましたが、施設の中には出入り口が1箇所のみで、その出入り口が不審者で塞がれたり、火事などの原因で塞がれたりすると、子どもたちが安全に避難することができないというような想像もできます。また、一部の施設では、児童クラブの支援者の机が出入り口より離れているところに設置されていることもあり、これにより出入り口近くで設置することによれば侵入者を未然に防ぐことも可能かと思いますが、今後出入り口を増設や教室内の机などの設備の再配置などは考えていらっしゃらないのかお尋ねします。民政部長山田博明君。ご指摘のとおり、放課後児童クラブ施設の中には、出入り口が1箇所だけの施設もございます。例えば侵入者や火事などの原因で出入り口が塞がれ、避難に支障をきたすケースが想定されるところでございます。まあ、しかしながら、施設が平屋造りとなっておりますので、まあ、万が一の場合は、窓から直接外へ避難するなどの対応も考えられるところでございますが、今後ですね、実際の避難訓練の中で、まあ、警察官とのご指導もいただきながら、まあ、その対策について検討してまいりたいと考えております。またですね、新たにその出入り口を増設するということになりますと、構造的にもですね、かなり、まあ、調整が必要となりますので、その件につきましても、また今後検討してまいりたいと考えております。またですね、より一層安全対策を施すためにも、まあ、ご指摘のありました運営スタッフの机を、まあ、出入り口付近に再配置することにつきましては、施設の構造等を勘案しながら、より防犯対策に適した配置を今後検討してまいりたいと考えております。はい、議長。5番山室秀隆君。まあ、再配置はいろいろその施設の状況によって違うと思いますので、その辺は施設を十分見ていただき、再配置等を検討していただきたいのと、あと一つは、防犯訓練でも各施設で防犯訓練をしっかりやっていただきたいと思います。イスルギ放課後児童クラブは入り口と出口がちゃんとありますし、その出口、教室に整備されているところは出口と、まあ、出入り口が2箇所ありますけれども、大谷小学校の方はプレハブの門で、本当に入り口しか、出入り口が1箇所しかないということで、その辺は現場に応じた防犯訓練をしっかりしていただきたいと思います。次に、年齢や発達の状況が異なる多様な子どもたちが一緒に教室内で、
子どもたちが安全で、安全に一人一人が快適に過ごせることが大切であります。そこで教室内の施設について何点かお伺いします。各教室にはカーペットが敷いてあり、その上に低いいくつかのテーブルが配置されており、その周りで児童が宿題をしたり本を読んだりしていますが、私の感覚では部屋が大変狭いように思われますが、放課後児童クラブにの定員に応じた広さがあるのかお尋ねします。民政部長山田博明君。ご質問の基準面積につきましては、児童1人当たりの専用区画は 1.65 平米を基準面積として定められているところでございます。本市におきましては、すべての施設はこの基準面積以上となるように整備しているところでございます。この基準面積の中にはですね、棚やテーブルを含んでいることから、実際には、かなり狭く感じる場合もあろうかと思いますが、普段から整理整頓を心がけながらですね、有効にそのスペースを活用できる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。はい、議長。5番山室秀孝君。はい、1.65 平米、いすみ持続ダブは60人、大谷の第1が60人、第2が40人、第3が35人、神田が55人、津田は35人、東部35人となっていますが、この 1.65 をかけて、その面積が確保されているということですけれども、その中に今ほど説明もありましたように、いろいろな設備があります。その設備があるもので、本当に狭く感じるんですね。その基準の 1.65 というのは、そういう設備も含めての 1.65 なのか、再度お尋ねします。民政部長、山田博明君。今の 1.65 という基準は1人当たりの児童で、それに定員をかけた人数がその部屋の面積ということになりますので、設備、設備もいろいろありますが、移動できるような設備とか、固定の棚とかですね、そういうものもありますが、そういうものも含めまして、一応 1.65 という認識をしているところでございます。はい、はい、5番山室秀孝君。はい、そういう基準は基準で守らないと、補助金も当たらないと思いますので、その辺は整理整頓の方もしっかりしていただきたいと思います。指導員の方に話を聞くことができました。ある指導員の方は、これから冬に向かい雨具をかけるには雨具がいっぱいになってかきにくいというお話、またある指導員からは、テレビが映らなく子どもたちに教育テレビ、Eテレですね、見せることができないから何とかしていただけないかと、そのような現場の声も多く聞くことができました。指導員の皆さんは、大切なお子さんを安心して子どもを預けられる環境を整えるように努力されております。このことを踏まえて、これからしっかりと業務委託者を選定して、当局は業務委託者に任せることなく、指導監督をしていただきたく思います。市当局も海育てやすい環境づくりに取り組んでおられ、充実した放課後児童クラブがあれば、子育て世代にも選ばれる市になり、移住者も増えるのではないかと思います。放課後児童クラブにつきましては、あまりにも状況を見てみますと、本当に狭く、いろいろなものが雑把に置いてあり、子どもたちが怪我がしないかと、そのように心配して視察をしてまいりました。今後、来年度に向けて、その辺の設備、防犯対策をしっかりしていただきたいと思います。次に、人口対策についてお尋ねいたします。先月の富山県の人口は、出生数から死亡数を引いた自然動態はマイナス465人でありましたが、転入者数から転出者数を引いた社会動態は67人のプラスでありました。しかし結果的には、
389人減少し、105万人割れとなり、104万9857人となりました。これは1974年以来の水準となったと、県の人口移動調査が発表されました。ところで、最近の本市での人口動態はどのようなものかお尋ねいたします。民政部長、山田博明君。本市の人口動態についてのお尋ねでございますが、直近3ヶ月の状況についてお答えをさせていただきます。まず転入数から転出数を差し引きました社会動態につきましては、9月は5人の減少、10月は23人の増加、11月は13人の増加となっております。次に出生数から死亡数を差し引きました自然動態につきましては、9月は11人の減少、10月は22人の減少、11月は10人の減少となっております。この結果、本市の人口動態につきましては、9月は16人の減少となりましたが、10月は 1人の増加、11月は3人の増加と、2ヶ月連続で増加となっている状況にございます。はい、議長。5番、山室秀孝君。はい。11月の人口は10月に比べて社会動態の増加により微増しましたが、総人口のうち、外国人登録者の推移はどのようになっているのかお尋ねいたします。民政部長、山田博明君。外国人登録者の、推移についてのお尋ねでございますが、これも直近3ヶ月の状況についてお答えをさせていただきたいと思います。まず8月末時点での小矢部市の外国人登録者数は459人であります。9月は15人の増加、10月は17人の増加、11月は8人の増加となっており、11月末現在の登録者数は499人であり、増加傾向にございます。はい。5番、山室秀孝君。はい。外国人労働者に頼らなくちゃいけないというような、そういう数字がここでは見えます。市内企業の求人率は 2.5 倍を超えている、高い推移で推移しているので、生産人口の減少、高齢化の中で企業の慢性的な労働力不足は否めませんので、外国人登録の増加につながっているのではないかと思います。先月の市内在住の人材派遣会社役員が市内企業に不法残留した外国人を派遣し働かせたという入管難民法違反の疑いで逮捕されたという、地区民としては大変ショッキングな事件が発生しました。そこで外国人の地元企業の雇用状況をお尋ねいたします。企画政策部長、渋谷純一君。はい。外国人の地元企業の雇用状況についてということでございますが、先の臨時国会における改正出入国管理及び難民認定法に関する議論を受けまして、本市では市内における外国人労働者の現状についてアンケート調査を実施いたしました。アンケート調査は従業員がおおむね10人以上である製造業を営む59事業所を対象に実施しまして、全体の 59.3% にあたる35件の回答を得ております。調査の結果といたしましては、ご回答があった事業所のうち16の事業所で外国人の労働者を受け入れて、アンケート調査
調査結果といたしましては、16の事業所で外国人労働者を受け入れており、国籍別では、ベトナムが85人で 57.4%、中国が52人で 35.1%、ブラジルが12人で 8.1%、そのほか、ミャンマー、インドネシア、フィリピンなどとなっております。外国人労働者を受け入れる理由として、最も多かったのは、労働力不足、人材不足であり、本市における有効求人倍率が高止まりしている状況を裏付けるものとなっております。今後の外国人労働者の受け入れ見込みを問う設問については、13事業所が現在と同規模から拡大の方向と回答しており、4事業所が新たに受け入れを検討しているとのことであり、外国人労働者が貴重な労働力として認識されていることが分かる結果となりました。一方、外国人労働者を受け入れる際に問題となっていることを問う設問につきましては、言葉や文化の壁があること、住居の確保が難しいこと、技術継承が進まないことといった回答を得ており、その受け入れ体制に課題があることを認識したところであります。今回のアンケート調査により、一定程度、外国人労働者を取り巻く実態を把握することができましたが、今後もその動向を注視してまいりたいと考えております。はい、議長。5番、山村秀孝君。はい、先ほどの答弁で外国人の登録が499名、今ほどベトナム85、中国52、ブラジル12、その他がまあ何人かいらっしゃるわけですけれども、この12以上の企業で、この499とこの実際の数字の差については、私自身はちょっと疑問があって、そこまで、どこにこの差があるのかなと思うんですけど、そこまで市当局は追及される予定はありますか。企画政策部長、渋谷純一君。はい、まずアンケートを、いたしまして、その回答率が 45.7% だということで、まず499には一致しないということであります。じゃあ、それが合計国籍別人数148になるんですが、それがまあ 45.7% に一致するかといいますと、またそうではございません。また個々の会社の状況ですので、細かいところまではまだ踏み込んでは回答は得ておりませんので、またそれを催促することもしておりません。そういうことから、どうしても今、差異はあるものと思っております。はい、山村秀孝君。はい、先ほども入管難民法違反の疑いで逮捕ということがあります。隣に住んでいらっしゃる外国人の方が、この難民法のその違法滞在だったのかと、また心配な面もありますので、その辺も今後、どのような対策で、この499人外国人登録としない企業でどこで働いているか、その辺もしっかり把握されていくことが、今後、外国人労働者の方を受け入れるときとして、市当局としては大切ではないかと思います。まあ、今国会で外国人労働者受け入れ拡大のため、新たに在留資格を設ける入管難民法が改正され、来年の4月1日から施行されます。これのように、外国人労働者の増加が予想されることで、単に労働者の確保だけでなくて、今ほども答弁ありましたように、地域の文化とか、そういう交流も通じて、やっぱりせっかくこう異国の地へ来て働いていただくんですから、その交流とか、そういうことも何か考えて、地域交流をしていくことが大切ではないかなと、そのように思います。また第7次総合計画には、そういうことも外国人の方のことも組み込んでいただければ幸いかなと思います。次に、一昨年、1年間で166人の新生児が誕生しました。今年11月末の自然動態のうち、
出生者数はどのようなものかお尋ねします。民生部長山田博明君。先ほど来から議員の方々から出生数についてのご紹介がありましたが、私から改めてお答えをさせていただきたいと思います。本年1月から11月末までの出生数は176人となっており、昨年1年間の出生数、今ほどご紹介がございましたが166人であったことから、11月末時点では昨年を上回る状況になっているところでございます。はい、5番山室秀隆君。はい、新生児が昨年に比べて増えているということは大変嬉しいことですが、これは親菱が今年10月から18歳まで拡大された子ども医療助成をはじめ、保育料軽減、子育て支援、不妊治療費補助など産み育てやすい環境づくりが功を奏しているのではないかと思います。市長は4期目を迎える本会議提案理由説明の中で重点課題として東京一極集中による地方の人口減少問題、東京一極集中による地方の人口減少問題であると認識しています。本市においても若年層の人口流出に歯止めがかかわらず、特に20代30代の女性の転出超過が大きく、出生数も減少傾向になっていると述べておられます。先日人口対策特別委員会で視察してまいりました島根県益田市では、新卒者就労奨励金制度という取り組みがあり、中学校から大学まで新卒、新規学卒者に、学卒者で益田市に生活の本拠地にしていただき、益田市または通勤可能な市外に就職する場合、奨励金8万円差し上げる UI タウン社促進する取り組みがありました。これは期間が3カ年で5年以内に転出された場合は全額返済という条件がついておりますが、当市では産み育てやすい環境整備はされていると思いますが、特に高校を卒業すると多くが県外へ流出し、その後地元への回帰率が低い若者を対策について、市内3高校生を巻き込み、益田市の取り組みなど参考に企画提案してもらう考えはないのかお尋ねします。企画政策部長渋谷純一君。今ほど議員から島根県益田市の新卒者就労奨励金制度についてご紹介をいただきましたが、本市でも同様の制度がございます。本市では進学等を機に転出した若い世代の U ターン数が少ないという現状を踏まえ、若い世代の定住移住を促進するための施策といたしまして、本市に住所を有する40歳未満の就労者が大学等の在学中に借り入れた奨学金を返還する場合、返還金の一部を助成する奨学金返還助成金という制度を平成28年度から設けております。具体的な助成内容でありますが、転入者に対しては返還月額の2分の1、在住者に対しては返還月額の4分の1を3年間助成するもので、11月末現在、この制度の適用を受けている人は延べ43人おり、そのうち転入者は25人となっていることから、益田市の制度との違いは若干ございますが、一定の効果を上げているものと考えております。現在、市内の高校の生徒に U ターン施策を企画提案してもらうことはしておりませんが、今ある奨学金返還助成制度を高校の卒業式や多くの若者が一度に帰省する成人式、同窓会イベントである親部で再会などでターゲットを絞って PR し、若者の生の声を聞くことで若い世代の U ターンにつなげてまいりたいと考えております。はい、議長。5番山室秀隆君。
若者が、まあ、市外に出たらなかなか帰ってこない、その一番最初がこの高校生でないかなと、そのように思います。その高校生に対して、まあ、いろいろ市では施策をしているということ、18歳まで医療費を無料化にしたと、そういうことも若者はただ単に権利と思ってそれを使っていますが、いろいろ我々の努力っていうのをお伝えする、まあ、伝え、どうすれば若者が市に帰ってくるかと、そういうような話の場を設けては本当にそういうことが大切ではないかなと、そのように思いますが、その辺は計画される気持ちはありますか、お尋ねします。企画政策部長渋谷純一君。松田市、小矢部市、それぞれ施策を持っておりまして、まあ、松田市は流出抑制力を入れていて、小矢部市は転入ということに重きを置いたものかなと思っております。で、まあ、それぞれの地域の特性はございましょうが、まあ、一定期間を設けて、まあ、その施策をまずやってみて効果検証してということでやっていきたいと思っております。で、お尋ねのこう、その高校生にいろんなこうお話ですね、施策があることを伝える場面につきましては、先ほども申し上げましたように、成人式であったり、同窓会イベントである親部再会、そういうものをターゲットを絞ってですね、そういう機会を、庁舎横断的にそういう機会があるのか、精査しまして、その中で、その中に、時間を設けて生の声を聞く、そういうことは横断的に考えていきたいなと、そういうふうに思っております。はい、議長。5番山村秀孝君。はい、まあ、それぞれの施策はあると思いますが、卒業式っていうのはもう方向進路は決まってしまっているもんで、やっぱりその先高校1年2年くらいにそういう話をすることが、まあ、大切ではないかなと。まあ、施策についてはいろいろあると思いますが、人口減少率を遅らすとか、帰郷しやすい地域環境整備であったり、人口が減少しても持続可能な自治体を作っていくことがこれから大切な課題で重要であると思います。第7次総合計画にはその辺をしっかり盛り込んでいただきたいと思います。第7次総合計画には、住んでみたい、住み続けたい、住んでよかったと思っていただけるような魅力、安心、充実ある小矢部市になってほしいと思います。以上で私の質問を終わらせていただきますが、市当局のやる気の木を地道にコツコツとスピード感を持って大きく花を咲かせていただきたいと思います。ありがとうございました。